日本海溝の一日本海溝は、東日本沖の太平洋堤に、海岸線にほぼ並行して存在する海溝であり、襟も海山の南から第一鹿島海山の北陸までを言う。日本海溝を英語で、ジャパントレンチということから、日本トレンチとも言う。北は、北海道の襟も岬沖で大きく、東に曲がって、千島海溝へと続き、南は、銚子半島沖で、 第一鹿島海山にぶつかり、伊豆、小笠原海溝へ続く。海底地形名称としては、第一鹿島海山を分岐点に、北側が日本海溝、南側が伊豆、小笠原海溝と称されている。しかし、海溝の地形、地質構造の特徴は連続しており、東湖海溝系として、東北日本湖の体となる海溝は、第一鹿島海山の南から、 モテギ深海潜上地が一致する、暴走大き海溝海峡30点まで続く。最も深いところは8020メートルで、これはエベレストにも匹敵する深さである。日本の島は南鳥島を除き、すべて日本海溝の西側にある。太平洋プレートが西方向に移動し、東日本が歩きたアメリカプレートの下に沈み込む場所に形成されている。 太平洋プレートは日本海溝で北アメリカプレートの下に沈み込んだ先でフィリピン海プレートの下にさらに沈み込んでいる。日本海溝日本海溝では以下のようにたびたび地震が発生している。青森県東方沖地震、三陸沖地震、岩手県沖地震、宮城県沖地震、福島県沖地震、茨城県沖地震、地震地震房総沖地震などは 日本海溝で起こる海溝型の大地震であり、しばしば津波も発生する。特に2011年に発生した東北地方、太平洋沖地震は MW9.0 を記録している。なお、東北地方太平洋沖地震では、日本海溝に沿って南北約 500km、東西約 200km の広範囲にわたり、断層の破壊が進んだが、 日本海溝と千島海溝の接続部分が現在も地震空白域となっており、この地域には約 120km の海底活断層があることからも M8 規模の巨大地震の発生が懸念されている。また南方でも同様に今回の地震で大きな破壊が起きなかった日本海溝南端部にあたる暴走沖での巨大地震の発生が懸念されている。 1934年10月に地球物理学者の松山元則が海軍の旅57型潜水艦にベーニングマイネス型海上重力測定装置を搭載して相模湾から日本海港場を巨市場に航行し釧路沖まで計29点の測定を実施1935年10月に以降第24潜水艦で相模湾より小笠原諸島まで 計3 1点の重力測定を行い、得られた結果は、1936年にエディンバラで開催された国際測地学・地球物理学連合第6回総会で報告され、松山らの日本海溝における負の重力以上の発見は国際的に高く評価された。ありがとうございます。